どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで今回もやっていきましょう。実況パワフルプロ野球2016、甲子園艦隊物語やっていきましょう。はい、何、おお、広島の永久期間、いいじゃないですか。はい、永久期間っていうのがまたいいね。こうなんか艦隊っぽくて。はい、赤城の守備経験値、まあ守備力ピッチャーだからあるに越したことはないかな。いきましょう。相手は、夏の県大会2回戦、呉学院、前評判は D。いきます。一応投げ込んどいて、コントロール、よっしゃ、これで赤城コントロール B になったんじゃねえか、きっと。おい、2回戦頑張りましょう。張り切りの3人、柳、ヒノキ、髄角。髄角かな、そしたら。ちょっと打率低いけど、まあ、うん。じゃあ髄角でいきます。はい。髄角を注目選手に指定したと。さあ、いいね、ハグロが絶好調。相手は、これは、表示切り替え。右投げ、ピッチャーが左、来た、左だ。オッケー、投手。赤城でよくて、で、野手だよね、野手。ヒノキはまま行きましょう。対左 A だから。よっしゃ。来たぞ、左投手。これは楽しみだ。ただ、髄角がちょっと左に弱いのはあるけど、まあ、まだチームの調子は良さそう。行きますよ、じゃあ、試合開始。よし。相手、左ピッチャー。よかったよかった。ということは、もうこれは期待ですね。頼むよー。なんとか、抑えてくれ。行きましょう。抑えてくれるか、出せんだ、まあ、赤城がうまく抑えてくれるでしょう。僕はそう信じてますよ。行きましょう。おい。大日本海洋頑張りましょう。えい。さあ、相手は、あー、やっぱりまあ、そのまま C で来るのね。そうですか、前評判 D の C ですか。わかりましたよ。行きましょう。先頭で、先頭は切れたか。はい、ワンアウトランナーなしで髄角。髄角はとりあえず慎重に行こう。相手ちょっとスコアで見ましょうか。これちょっと待って、サウンドちょっとこれ応援曲を変更していいですか。多分これバックミュージックかなんかとで、違う、なんか、ごっちゃになっちゃった気がするんですよね。以前の設定で。これでじゃあ見ていきましょう。投手。堀江。でもそんなに、なんか、コントロールはいいけど、スタミナがそんなに良くないから、割と、石田。はいはい。天聖プロでは、なるほど。吉江、大沢。そんなに投手陣がいいわけじゃないんだな、これ。コントロールがいいから、そしたら積極的にいっていいかもしんない。でもまあ、これバッター、これ怖いな。打線のね、時々なんかこう、やばいやつがいるからっていうのがあるな。わかりました。ちなみにキャッチャーは丸とかはないね。はい、オッケー。行きましょう。となると、相手コントロールがいいで、変化球、コントロールが良くて、で、まあ、変化球もまあ、そこそこいいのあったんで、そこはじゃあ慎重に行ってみようかな。なんか、際どいとこ攻めてきそうな気がする。でも、これはどうだ、ストライク先行。よし、わかった。次の打席から積極的に行こう。3回のノーアウト。髄角行こうか。ここは積極的に行きます。ミート積極の転がせていきます。信頼度があまりにも低いもんで、なんか、ちゃんと返ってこないな、結果が。でもいい当たりしてるんだよ。なんか感覚合ってる。いいや、よっしゃ、1点入った。いいぞ。ツーアウト、ランナー1塁。4回。そして、髄角。早いね、打順が回ってくんの、やっぱり。強振積極、ヒットエンドラン、再建。よっしゃ、センター前、いいね。ツーアウトのヒットエンドランっていうのは結構なんかギャンブルですけど、よかったよかった。そして加賀、3番につながると。おー、いいね、今日絶好調。ここは信じてみようかな。パワーあれだし、じゃあお任せで。はい。はい。まあ、最悪この後歩かしてもいいよ、これ。歩かせる気か、どうなんだ。でも勝負か、普通に。ツースリーフルカウント、さあ来い。ダメか。惜しい、加賀。まあ、いいよいいよ。で、このまま行く。ピンチだ。ワンアウト、ランナー二塁。失点は許されないよ、これ。9番、上本。とりあえず、変化球かな。で、長打警戒の。コントロールいいから、割と臭いところ攻めていいかも。やべっ、おっしゃ、サード。いいよいいよ。押し込んで、ランナー。危ない。よーし、間に合った。仙台ナイス。危なかったよ、今。玉置。1番か。ちょっと怖いな。上位打線つなぎたくはないので。とりあえず、臭いところ攻めていこう。コントロールがせっかく上がったんだ。さあ、2-2。よっしゃ、三振よく抑えた。オッケー。5回まで0点6。6回も抑えた。さあ、そして7回の表、ワンアウト。
髄核どうしようかこれ、ファイト使っちゃいますかね、ちょっと調子上げて、うん、流し打ちか、ミート積極流し打ち、さあどうだ、ゲッツーだけはメロで攻めて流し打ちして、よーし、あー言わんこっちゃね、フラグだったか、抜けてくれたらよかったのに今。ツーアウトランナー二塁のピンチ、1点じゃちょっと足りないんじゃないか、赤木は抑えるとしてその後が問題だもんな、頼むよ、うわーフォアボールマジか、まあツーアウトランナー一塁歩かしてもよかったかもしれない、これはいいや、はい、そして、変化球中心長打警戒の、はい、とりあえずもう攻めてこ攻めてこ、強気のピッチング、あーちょっと待って、うっそ、これピッチャー交代か、これピッチャー、いやクセモノ使ってみよう、うん、クセモノで、はい、クイック丸リリース丸緩急、いいね、でこれで緩急重視するじゃん、緩急丸持ってるな、あいや違う、おコースお任せで信じよう、赤木と信じるだ、こうなったら OK、 サードだ、 OK、 追い込んだ、いいよ、さあいけ、よしよく押せた、 OK、 いいぞ赤木、さあそして次回ってくれば、あーまたピンチか、まだ赤木でいきますかね、新井って、これあれじゃね、新井さんってまさか、ちょっとスコア、さっき見損ねたかもしんないけど、あ間違えた、これうわーマジか、やっぱそうか、ああ新井さん、ああ併殺エラー持ち、そういうことだよな、そういうことだよな、つまりオッケー併殺持ちなのか、ということはここはゲッツーシフトを敷こうで、低めに集めてゲッツーシフトを敷いて綺麗に、ちょっと待って、気をつけて、フォアボールだけはダメよ、もったいない、よっしゃオッケー、はい5-4-3、あーセーフか、惜しい、でもなんか狙いは良かったんだ今きっと、赤木もういいや、8回も投げちゃえ、それでもうあの9回は別になんかもう一人任せよ、よっしゃサードゴロオッケー、当てんな、よっしゃよく抑えた、さあそして次の赤木で代打かな、うん多分代打回すと思います、柳、さあ威圧してこうか相手よ、はい威圧感いいね、で吉江ってそんな良いピッチャーじゃなかったよね確か、あでもいいピッチャーだったような気もする、はー、あ球速遅いから変化球投手だね、となると、どうしようかな、プレイ球速ないんだったら結構積極的にいっていいかもしれない、あーいや慎重だな、変化球あるし、ミート多様、うん、の、引っ張り系、引っ張りでいこう、引っ張って、うん、これでつながれば最高、1点じゃ足りないから正直、もっとちょうだい、歩いてもよし、あーバカー三振かよ、これ赤木代打します、ちょっと仕方ない、で、どうしようか、これはあ武蔵でいくか、チャンス B、 アベレージヒッターだからね、あちょっとじゃあ武蔵でいきます、代打武蔵、はい頼むよ、ここはさあそこでどうするか、クセモノ使っちゃおう、はい粘り打ち、ゲッツー崩しのおかげで、まあいろいろありますけど、いくか、強振積極ヒットエンドラン、再建どうだ、あいいぞこれいいぞ、あー無理か、うんまあまあいいや、ツーアウトランナー2塁チャンスになった、そして6つになると、6つか、じゃあファイト発動、はい、やる気アップ、のミート積極流し打ち、球速ないからゆっくり見てこう、ボールゆっくり見てしっかり確実にいこう、あこれは意外と、いや次ストライク入ってくるから積極的にいけ、さあいけーだー惜しい、そういうことなんだよ、ワンスリーでも次ストライク来るから抜けろ、あー惜しい、いやよしおいしいやった、2点目入った、おーっとっとっと、さらに失投かい、エラーが出てきたぞチームに、いいエラーだ、今のはいいタイミングでエラーしてくれた、これ引っ張りだな、結構意外と積極的にいったらいいかもしれない、ワンチャンある、ミート多様積極、引っ張り、さあ頼む、おおフォークいいも持ってるじゃん、ボール多めだね、あー追い込んできた、さあ次ストライクるよ、積極的にいけ、さあどうだ、エラーしろ、無理かー、おっと、おわ惜しい、なんか送球それるの多いな、さあ2点を守ろう、なんとしてでも下位打線だから救いだね、西尾吉江道場、まずはあ誰で行くか、ここは歌詞だろ、絶好調だし、うん歌詞で行きます、はいこのまま行こう、頼むよ抑えとして、
うん、いや8回無失点結構よく頑張りました。ここまでさあここ絶対負けられないよ、守備にすごく気合を入れよう、うん、気合入れて絶対ここは落とせないよ、うん、去年のね雪辱を晴らすために頑張りましょう。ラッキーボーイは1打席まだ使わない。変化球中心でしょう。引っ張り警戒の緩急、はい、緩急使ってアンダースロー、アンダースローなのにスピードはある。140数キロ出るっていうね。147キロ、速い。肘飛ぶんじゃねえかそんなんやったら。代打ですね、宮原。あ、打率いいな、4割3厘。まあ変化球中心は変わらないかな。外角へ、うん、内角は危険。おっしゃ、追い込んだ、いいよいいよいいよ。さあどうだ、ファーストゴロ、ナイスキャッチ、いいね、カバー入る。さあそして道場、ここでラッキーボーイ使っちゃいましょうかね。ラッキーボーイ打たれ強さ、あとついでに伝令で、どうしようかな、投手能力をすごく上げとこうかな。ああこれで完全にもう抑えられるようにしておきましょう。うん、完全にこれでもう抑えましょう。で、内角、そう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 、大丈夫、打率1割 8分だったらいける。下位打線だ、よっしゃ、おっしゃ、勝て勝て、よし、当てんな、よっしゃよっしゃ、2勝目、いいぞいいぞ。去年はひどかったから今年はね、さらに、ちょっといける感じな気がします。よっしゃいいぞ、よっしゃよっしゃ、2回戦突破ありがとうございます。さあ次は3回戦、そろそろとんでもない強豪が来る可能性がある。てかもうまあ大丈夫かな、不安な気がするけど。勝ってよかった、赤木ナイス、鹿島ナイスセーブ、よく抑えた。うん、投打がまあほどほどに噛み合いましたね。お、赤木変化球中心だった、なるほど、はあ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 、途中まあ特に何か特別な絵が変わったってわけではなさそうですね。ヒノキが守備力良くなった、やったね。中堅ならないか、はい、そろそろ評価上げたいけどね、もっと。さあというわけで、次回は公式戦、さあ相手はまた前評判でいいか、なんかまた C とかな気がするんですよね。結局なんかもう3連続っていうのは嫌ですけど、覚悟しておきましょう。次回いきます、お楽しみに。じゃあね、危なかった、危なかったよ、本当に危なかった今回。ん、風が囁きます、うまい、うますぎる。分かる人いるかこのネタ、あれだろ、埼玉メーカー10万石まんじゅうだろ。イエス、もう埼玉県民にしか分かんないんだよそのネタは。いやでもなんか今